鈴湯チャンネル。どうもこんにちは、世界史講師の鈴木祐介です。共通テストお疲れ様でした。世界史のですね、好評ね、これやっていきましょうということなんですが、まあ実は昨日ねこれ出そうと思ったんですよ、もう速攻で。ただちょっとね忙しくてですね、昨日は一日中家にいたんですけど、まあ、ただ呼びのほら編集とかあるんですよ、ただ呼び授業のあれが結構ですね、自転車操業でして、はい。それちょっと大変で。いや、自分でやってんじゃないんですよ。編集のプロの方がいて、その人に授業を取ったやつを渡して、で、編集してもらったものを、見て、で、さらにここ修正してくださいってお願いしたりとかって、そういうやりとりがあるんですよね。で、これが結構自転車操業なんですね。はい。まあ、それは置いといて、どうでした？共通テスト。ね。なんか英語が大変だったみたいですね。なんか難しくなったんでしょ？うん。なんか、ただいぶ英語のほら寺島先生がさ、ツイッターで書いてましたけどね、あれは君らのね、英語力がまずいんじゃなくて問題作る側に問題があるみたいなね、500リツイートとか言ってね、結構バズってましたね。はい。あと森哲先生がね、またね、なんか動画がバズってて、何日本の YouTube で、急上昇13位、羨ましいですね。ちょっと今年はね、この我が鈴湯チャンネルをですね頑張っていきますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。もう今年目標はね、まあまずね、まあ、できれば2万人ぐらい行きたいんですよ。ね、ちょっと頑張りたいですね。はい。まあ、いろいろこれから始まる次第入試のですね、好評とかも出していこうと思うんで、ぜひ、チャンネル登録お願いします。で、世界史のね、共通テストの全体概観からしときましょう。はい。で、まあ、大問が全部で5個でした。はい。で、これは第2回目の思考調査問題の時と一緒。ね。第1回が6問でしたけど、第2回2018年で5題になって、で、今回も5題でしたと。はい。で、センター試験時代と比べると、総問数、ね、設問の数自体はやや減ったと。ね、でそれはやっぱりさ、解くの時間がかかったでしょ。だその分減ってるっていうイメージですね。はい。で、まあ、中身としては、おおむねその思考調査問題を踏襲してる感じ。うん。だからまあ、いわゆる図版とかですね、グラフとか資料とかっていうものは飾りではなくて、しっかりとそれに向き合うことが必要だと。向き合って読解したりとか読み取ったりして、それでその上で自分の歴史知識をアウトプットして答えに到達するっていうね、そういうちょっと一手間かかるわけですよね。まあ問題作る側も一手間かかるし、解く側も一手間かかるという、そういう問題でございます。だから時間かかるね。ただ思考調査とまあ違いがあるとすればですよね、比率がちょっと変わったのと。っていうのは、この今回の実際の共通テスト世界史の問題っていうのは、もうなんか正直大半がもう文章をとにかく読ませるっていう、そういうイメージでしたね。思考調査ってもう少しグラフとかさ、地図とかさ、図版とか、そういうなんかビジュアルに訴える要素が結構あったと思うんですけど、それが抑えられてますよね。抑え気味で、もうほとんどが文章。単なる長い文章とか、あと会話文とか、条約の文章ね。とか、歴史的な資料とか、あと生徒の発表。ね、さらに文学作品、ね、とかそういうものがバーッとこうあったと。でこれってやっぱり一つはまあ、ネタ切れ防止みたいなものあんのかなっていう気はしますよね。こうビジュアルに訴える図版とかっていうのをボン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 使っちゃうと、まあ、来年再来年とこう共通テストは続いていくわけですから、だんだんこうなんかネタ切れになりやすいのかな、そういう方がね。それよりこう文章的なもの、会話文とかを作っていけば、ネタ切れにはなりにくいじゃないですか、そっちの方がね。だこの形式が多分来年もこのまま感じで踏襲されていくとは思いますよ、ね。あと出なかったやつといえば、人の移動の矢印。2018年の思考調査で出たやつ。第1問がほら、なんか、こう、地図上にでっかい矢印が引っ張ってて、人の移動がこっち南に来たとか、それあじゃん。あれが出なかったなっていう話。あと、系図も出なかったですね。あと、複数正解の問題。答えいくつかありますと。で、こっちの問題でこれを選択した場合、それについて、説明したものとして正しいのはどれかみたいな、そんな感じでこう、連動させる問題とか、そういうのはなかったですね。はい。まあ、だからトータルで見ると、まあ、おおむねね、その思考調査踏襲してるんですけど、まあ、難易度で言うと、少し簡単になったのかなって気がしますね。思考調査と比べるとね。なんか思考調査は難しくなかった。そんな気がしますね。はい。ただですよ。やっぱセンターと比べると、やっぱり時間かかるし、時間足りなくなった人もいるのかもしれないですよね。センターで時間足りなくなるってことはほとんどないじゃないですか。で、それはやっぱり資料とか全部飾りだからですよ。リード文なんか読まなくたって、いきなり正誤問題っつってね、単に知識通ってるわけですよね。でもそうじゃないっていう意味において、かなりちょっと大変だったと思います。だからまあ文章との格闘ですかね。現代文ほどじゃないけど、文章と格闘しなきゃいけない。その意味において思考力は試されますと。ね。だからこう、なんつうのかな、その、
現代文と比べれば与えられてる文章とかってのはもうシンプルで読みやすいですから、そんなにこう文章そのものは難しくないんですよ。だからこうキーワードを拾ってどういう話題なのかとかね、説問に絡んでくる情報はどこにあるのかとかいうことを素早くこうピックアップする練習みたいなものは積んでおいた方がいいでしょうと。だからそういう問題集が多分今後出るでしょうね。まあグラフとか資料の読み取りも大事なんだけど、プラスこういうその文章読解的な世界史みたいな、そういう問題集、うん、そこに特化した参考書問題集っていうのが、まあ、必要になって きそうですよね。はい。あとそうですね、だからまあセンターと比べると難易度で言ったらそれはやや上がってますよ、やっぱり、うん、それは時間足りなくなりそうっていうのもあるし、こう文章との格闘がね加わってくるわけだから、うん、だから平均点はセンター時代ってだいたい60点台の半ばから後半だったでしょ、ね、それがだいたい交互にこうなってたんですけど、それがまあおそらく60点ぐらいじゃないですかね、今回ね。60切るか切らないかぐらいじゃないかと、ちょっと下がるんじゃないかと思いますね。はい、っていう感じですね。うん。でやっぱ文章を読み取るっていうのはこう得意な人はめちゃくちゃ得意なんですけど、苦手な人はものすごい苦手じゃないですか、うん、それでやったらこう時間かかっちゃって、うん、落とす人もいたんじゃないかと思いますね。はい、まあそんな感じ、うん、ただまあだから正誤、純粋な正誤問題ってだいぶ減ったでしょ。センター時代が22問ですよ。でこれが8問に減ったんですね。だから本当正誤問題大嫌いって人にとってみれば、逆にもうスイスイ行っちゃった、解けた人もいるかもしれないと、そんな感じです。はい。でまあ問題作りの方向性としては非常にこうね、あのね、我々その先生側講師とか学校の先生とかから見ると面白いんですよ、これは。特にその大学で歴史学を専攻した人、史学科卒業みたいな先生方とかはすごい絶賛してますよね。で僕もこれすごい面白いと思ったんですよ。僕も大学は歴史専攻でしたからね。うん、なんかその資料批判の観点とかさ、そういうのがバンバン出てたでしょ。あとはあと大問1なんかもさ、資料と世界史上の出来事の関係みたいな、うん、で切り口がすごく大学で歴史学のエッセンスを感じさせるようなものなので、これは非常にこうなんかこう作り手側のこうやる気を感じると言いますかね。で落ち着いてそういうその与えられた資料を読んでいけば、必要とされる世界史の知識自体はかなり初歩的なものも多いんですよ。よほどそのセンター試験時代よりは、細かい知識をこう ついてくるってことはないですから、うん、だからまあ長い文章とかに圧倒されるだけで、うん、あ意外と全然簡単じゃんと思った人もやっぱ反面いると思うんですよね。ただ一方でも全然できなかったって人もいそうな、そんな感じです。はい、という感じですね。で出題された範囲自体は本当まんべんないですよ。だから山かけちゃダメですね。その文化史とかも出てるしね。うん。あとあれ出ましたね、あの感染症の世界史、ただ呼びの、僕ね多分第2回かな、第2回ただ呼びの世界史の授業で、あのペストの話したでしょ。であのボッカチオのさデカメロン、あれもちゃんと授業で紹介したと思うんですけど、あれまあ出ましたね。まあまあこれをもって別に的中とか言うあのつもりはないですけどね、まあだって絶対出るじゃん、やっぱ感染症世界史このご時世ですからね。ただまあ僕たちを出たじゃないですか。だからあのただ呼びの世界史見てた人は自信を持ってですね答えられたじゃないですか。で確かあの問題って大問何だったか忘れたけど、大問3か、大問3で、選択肢にほらコレラとかもあったじゃないですかね。コレラもちゃんと僕はただ呼び世界史の第3校かな、第3回目の、世界史のところでやったと思います、ね、だからこれはお出たじゃんって思いましたね、ちょっとね。はい、幅広くまずやること、ね、そして文章読解になれましょうと、ね、いう感じですね。はい、でまあ、あのこの動画では、解説はあのいたしませんので、まあ、著作権的なこともあるし、ね、あのちょっとそんな時間もないので僕今ただ呼びの授業の収録でめっちゃ忙しいんですよ、ね、なので、ね、全問解説はねおいおいですね、学びエイドの方でまずやりますよ、うん、学びエイドの方で、うん、共通テスト思考問題全問解説してます。で、今年の2021年の共通テストの問題も、全問解説動画をこれから収録していきますんで、そっちで無料で見れるようにしますね。はい、な感じ。 あとね、あの日本史でこれ見てる人もいるかもしれないと思うんですけど、日本選択の人はですね、あの同僚のですね、まあ厳密に言うともう同僚だったという過去形になりますけど、日本史の矢崎先生って方がいらっしゃいまして、 YouTube やってるんですよ。で矢崎先生って名前が矢崎聖って言うんですよ。聖は聖なるね、で聖教育チャンネルね、聖教育チャンネルっていう日本史の授業とか出してるチャンネルがあるんですよ。これ矢崎先生がやってるチャンネル
ね、ちょっとチャンネル名変えた方がいいと思うんだけどね。まあ、音がいい、なんかね、性教育チャンネルって、まあ、明らかに性教育じゃないですか。ね、まあまあ、それはいいんですけど。で、そこで今年の2021年の日本史の共通テストの全問解説問題出してますんで、よかったらそれご覧ください。ね、日本史の方は。ね。いや、江崎先生はね、この間 T シャツくれましてね、これ何の時だっけ、僕、ただ呼びに、デビューするっていうんで、なんかその記念でですね、江崎先生が T シャツくれましてね、鈴湯チャンネル T シャツ。ね。これ着てやれって話でしょ？寒いんで、ちょっと半袖で。ちょっと、今日寒いんでね、着てないんですけど、まあ、いずれ着ていきますんでね、はい。背中がこうなってね、こう、ただ呼びになってるんですよ。はい。こんなんね。矢崎先生こういう中でオリジナル T シャツめちゃくちゃ持ってまして、なんかその回ごとに違うからね、着てるのね。ちょっとその辺も楽しみにしてもらうといいんじゃないですかね。はい、まあそんな感じです。はい、で鈴湯チャンネルの方は今後次第の公表、昨年もですね、例えば早稲田の、社会科学部とか慶応文学部とかなんか5個ぐらい出したかな、で学部ごとの入試問題を、検証していく動画ですね。例えば山川用語集と山川の教科書で何パーセント取れるように出題されてるのかとかいうことを、まあ逐一こう検証していく動画とかを作って出してますんで、で今年もそれ時間で許すからやろうと思いますんで、ちょっとお楽しみにということで、ちょっとチャンネル登録の上ですね、お待ちください。はい、ということで、以上、共通テスト2021世界史の公表でした。チャンネル登録高評価お願いいたします。